私の名前は明井美奈、関西の兵庫県出身です。アンジーというクッキー屋さんです。私が昔から好きな、もともとクッキーが好きなんですけど、おばさんが美味しいクッキー屋さんがあるって言って教えてくださって、そっからよく食べてます、ここのクッキーを。はい、クッキー屋さんに来ました。ここはですね、最初初めて食べたのは、私のおばさんが、私がクッキーが好きっていうことでプレゼントしてくれたんですけど、その時からよく買って帰って韓国でも食べてました。はい、じゃあクッキーを紹介したいと思います。じゃん、美味しそう。私はこのチョコチャンクとチョコバナナも好きだし、このアールグレイも好きだし、このカラフルチョコも好きです。あとプレーンも買ってたかな。こうやっていつも 1,2,3,4,5 個をいつも買って帰ってた気がします。そして久しぶりに来たらプチシリーズがあります。買って帰りたい。本当にふわふわで分厚くて美味しいって。私の地元でなんか美味しいものをご紹介したいなと思って、特に私が練習生でしんどかった時期を支えてくれたクッキーなので紹介したいなと思いました。韓国に行くぐらいの時だったか直前だったか、そこら辺で知って、よく母が日本に帰ってくる旅だとか、あと韓国行く前だとかに買ってくれて、いつも持ってました。どうですかね、あんまり今と変わらないと思いますけどね。でも本当に今はまあ食べれますけど、その練習生時代っていうのは、このクッキー本当に大きいのでやっぱりダイエットもしなきゃいけないっていうことで、1個食べるのはちょっとダメじゃないかと思って、練習終わってから半分だけ食べてそうやって一日のご褒美にしながら食べてます。まあ、ダンスを習っていて、それは大阪の方で習ってたんですけど、会社の方に声をかけていただいて、それでオーディションを受けました。私は結構もうワクワクしてました。まだ高校2年生の12月だったので、もうあと1年ちょっとしたらもう卒業って時だったんですけど、何の未練もなく韓国行きますって親を説得し、まあ、親は卒業してほしいっていう思いもあったんですけど、私はもう全てを切り捨てて韓国に行きますと練習生になりました。後悔はしてないですし、まあ、その時当時の私にとってはすごく大きな決断だったとは思うんですけど、今こうやってトライしてできていることが本当に嬉しいこと、ありがたいことだなと思うので、本当にもう一回生まれ変わっても同じ人生でいいんじゃないかなと思います。